元大メキシコアメリカ合衆国大使、ロサンゼルスに生まれる。父のヘラルド・ゴールナーはアイルランド系で、母のデリア・パブロスはメキシコ出身者だった。ジョンの出生名はジョン・アンソニー・ゴールナーだったが、後に父が名字をギャビンに変更した。カトリック系の進学校を経て、スタンフォード大学で、 ラテンアメリカの経済史を専攻し、大学卒業後の1952年から1955年までアメリカ海軍に含むした。退役後、家族ぐるみの進行があったブライアン・フォイの監督作品に技術スタッフとして参加することを希望する。その願いは叶わなかったが、フォイは代わりにユニバーサル・ピクチャーズの俳優オーディションを受けるようギャビンに勧める。オーディションの結果、 1 9 3トルの高身長と甘いマスクが買われ、第2位のロックハドソンを期待したユニバーサルと契約を交わした。1956年にアブナー・ビーバーマン監督のビハインド・ザ・ハイウォールで俳優デビューを果たし、1960年にはアルフレッド・ヒッチコック監督のサイコでメインキャラクターの一人を演じたほか、1967年には ミュージカル映画、モダンミリーで、ジュリー・アンドリュースと共演している。1971年の映画、007、ダイヤモンドは永遠に、に、主人公のジェームズ・ボンド役で出演することが決まり、ユナイテッド・アーティスツと契約まで交わしていたが、シリーズ第5作までボンドを演じていたショーン・コネリーの、復帰が決まったことで降板した。1965年から、 映画俳優組合の役員を務め、副代表を経て、1971年には代表に就任する。再選を狙っていたが、1973年の代表選挙で、デニス・ウィーバーに敗北したため退任を余儀なくされた。映画俳優組合の代表選挙で、現職候補が新人候補に敗れるのは、これが初めてのことだった。 1981年に第40代アメリカ合衆国大統領ロナルド・レーガンにより在メキシコアメリカ合衆国大使に任命され在職中には地元テレビ局のカメラマンから暴力を振るわれるも得意のスペイン語を活かして1986年6月まで職を務め上げた1991年には共和党から連邦上院議員選挙への出馬を打診されたが これを誇示している。ありがとうございます。